楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね、とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね、非常にファンとしても緊張感を感じます。まずはイーグルスのエース田中が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。金子が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。初球打ち、これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには源田、まあ、バントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。また牽制、一塁はセーフ。初球は何で来るか、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。送ります、打ち上げてしまいました。取りました、送りバントは失敗です。ここはうまく処理しましたね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには3番の森が入っています。まずは見送ります、ワンボール。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、サード取った、アウト、ツーアウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。山川がバッターボックスです。まずは見送ります、ワンボール。2球目は何で来るか、外、牽制、二塁はセーフ。もう1球牽制球、二塁タッチもセーフ、ファウルになります。これは変化球、打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これもファウル、高め打ちました、これはどうか、ショート取った、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、イーグルスの攻撃です。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。
一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の松本、どう立ち向かっていくのか注目です。バッターは辰巳、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。改めてお聞きします、バッターボックスの辰巳、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、ホームラン打ったかと思えば今度は盗塁、才能に恵まれたバッターですね。そうですか。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかない。インサイド落ちました、これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている小深田。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球ストライク、これが2球目、外れてボール。3球目は何で来るか、切れていきます、ファウル。インコース変化球、決まりません。見送っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました、流しました、高い打球レフト線、ライン際へ打ち上げています。レフト掴んで2アウト。3番バッター島内、2アウトになっています。マウンド上松本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか、日産このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。低めの球、これは外れます。ボール先行です。低めはボール、ストライクが入りません。外の低めです。3ボール1ストライクです。いいコースに決まりましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打った、伸びていく、どうだどうだ、ランナー出ました、楽天イーグルスです。2アウトランナー1塁。最初は変化球できました、ボールになります。
牽制セーフ、ボール先行、ランナー動いてくるか。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。積極的に動いてきました。いや今のは素晴らしいスタートでしたね。これで先制のランナーが得点圏ですね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、高めのボール、これはどうか、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回になります。ライオンズの攻撃、打順は5番外崎。イーグルス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か。スライダー外れます。ボールになります。インコース決めてきた。ツーボールツーストライクです。振ってきませんか。はい、高めストレート外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました。小深田アウト、ワンアウトです。バッターボックスには6番中村、まずはワンアウトを取っています。中村背番号60。最初は変化球できました。インコース、これは入りました。これが3球目。インサイド打ち上げました。高い打球左中間へ、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは DH 栗山、ツーアウトになっています。指名打者栗山、背番号1。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。
ここは落としてきました。さあ4球目は何か、低めに外れてボール。5球目は何で来るか、フルカウントです。三振です。スリーアウト、チェンジ。この回ライオンズ三者凡退です。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。イーグルスの攻撃、バッターボックスには5番茂木。イーグルス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。低めの変化球は決まりません。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。次が4球目、低めの球ストライク、2ボール2ストライクです。さあ仕留められるか。この低いボールは外れます。3ボール2ストライク。打ちました。高いバウンド、サードゴロ、アウト、ワンアウト。6番バッター鈴木、松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、変化球が低めに外れます。ボール先行です。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外の球外れています。打ちました。サード取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは7番に入っている田中。2アウトランナーありません。初球わずかに外れてボール。真ん中です。さあ3球目は何か、ボールになります。ボールになります。
球目。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。打ちました。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。2回終了0対0同点です。3回に入ります。ライオンズの攻撃、8番バッタースパンジェンバーグ。イーグルス得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。ファウルになります。バットは動きません。よく見ています。次が3球目。アウトロー外れます。4球目は何で来るか。打ちました。痛烈。切りました。ファールボールです。インコースボール。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。バッターは9番に入っている木村。まずはワンアウトを取っています。レフトに上がった。伸びる。伸びていく。島内が掴んでツーアウト。打順はトップに帰って金子、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球空振りです。次が2球目。切れました。ファールボール。ボールになります。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、低めわずかに外れてボール。またファウル。2ボール2ストライクです。アウトローを見送ってボール。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。ここもファールです。最後はボール。フォアボール。2アウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい、ランナーは走ってきませんでした。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。
低めはボール。ファーストランナースタート。タッチアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ、よくこの俊足のランナーを刺しましたよね。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。初球打ち、これはどうだ、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている太田。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。いいところへ決まります。3球目は何で来るか。打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。高め打ちました。これはどう、センターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。まずはインコース、膝下厳しいボールですね。まあ、次は外というパターンもありますから泳がされないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。高めのボール、打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。打席には2番バッター小深田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。これが4球目、空振りになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。切れていきます。ファウル、アウトコース外れます。フルカウントです。さあこれで決まるのか。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。金子が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。3回終わって0対0同点です。小宮山さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。まあ、足のあるバッターですから出さないように気をつけたいですね。そうですね。
際どいコースには投げ込んでいます。さあ4球目は何か、落ちる球できました。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライク。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さんどうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね。走ってくるとは分かってたんですけどね。いや痛いですね。先制のランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい。これが3球目。外のボール打っていった。高い打球になった。キャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。いい組み立てだったと思いますね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき山川が打席に入っています。初球ボール。バッターよく見ました。際どいコースボールです。ストレート打った。ファースト正面、そのまま入って一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。初球は何から入ってくるか。レフトへ上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。打席には3番バッター島内。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方に注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。打ちました外崎。アウト。ワンアウト。打席には5番バッター浅村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。さあ3球目は何か。打ちました。詰まりながらもセンターへ。センターが取りました。2アウトです。バッターは5番茂木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち。この打球はフライになっています。源田が掴んで3アウトです。この回イーグルス三者凡退です。4回終わって0対0。両チームまだ無得点です。5回の表ライオンズの攻撃。バッターボックスには6番中村。
先ほどの打席はレフトフライに倒れています。イーグルス得点に動きはありません。0対0で5回を迎えています。2球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。次が3球目、ファウルになります。次の球もストレートはありですね。なるほど、さあどう来るか。インサイド落ちました。これもファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。またファウル。落ちる球を持ってきました。高いバウンド、一塁送球、アウト、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている栗山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはイーグルスがエースの田中、そしてライオンズが松本、この2人の投げ合いとなっています。高いバウンド、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス、スパンジェンバーグ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。2アウトランナーありません。アウトコース打ちました。取った、一塁送球、2アウトランナー一塁。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは木村、そして一塁ランナーはスパンジェンバー。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。見事な送球でしたね。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のねこのピッチャーの出来だとなかなか難しいですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。インコースボール、ボール先行です。低めに外れてボール、ストライクが入りません。次が4球目、打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。打順は7番田中、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。アウトロー外れます。3球目は何で来るか。わずかに入りません。
ツーストライクツーボールと追い込んでいます。高めのボール、ファールグラウンドへ打ち上げていますが、わずかに左に切れました。ファールボール、高め打ちました、切れました、ファールボール。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、スリーボールツーストライクです。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っている小郷、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。これが3球目、低め外れました、ストライクが入りません。ちょっとタイミングが合っていません。3ボール1ストライクです。さあ5球目は何か、打ちました、高く上がりました、掴んで3アウト。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、ここはしのぎます。先制のピンチをしのぎます。裏の攻撃、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、先制とはなりません。4回の表、ランナー3塁のピンチ、外野フライに打ち取ります。なかなかゲームが動きません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、ライオンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の山野辺。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました、ストライクです。これが2球目、低めの変化球です。さあ3球目は何か、これはスタート、切りました、ファールボールです。落ちる球、インコース落としました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか、これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。1番センター金子、
最初は変化球できました。この高めは外れます。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか。変化球空振り。2番バッター源田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。切れていきます。ファウル。低めの際どいところですが外れています。すぐですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。ここもファールです。落ちるボールはこれは外れています。アウトコース外れます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。今のは手が出なかったような感じですよね。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。打席には9番バッター太田。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ボールになります。曲げて空振りを取りました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。空振り三振。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター辰巳、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。松本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、先制のランナーが一塁です。バッターボックスには小深田。バントのうまい選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。さあ、まず1球目。
初球は外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。そのようですね。次が3球目、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターは島内、そして塁上には辰巳。ここは盗塁でもいいですよ。どう動いてくるでしょうか。牽制、一塁はセーフ。一塁ランナーはそのままです。盗塁成功、見事に盗塁を決めた場面です。バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これで一打先制のチャンスですね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。変化球にバットが空を切ります。さあバッター追い込まれています。平行カウント、変化球打った、高いバウンドになった。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終了0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、さすがの安定感でこの7回迎えてます。そうですね、もう本当に安心して見てられるといったような投球内容ですよね。はい、この後もそんな投球続くことを期待しましょう。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。これはバットが泳ぎます。ここはバット甘いボールを待っているはずですね。なるほど、そうですか。打ちました、切れました、ファウルボール。打ちました、セカンドが前に来る。セカンド取った、森、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。打順は4番山川、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ外してくるのか。内への変化球は決まりません。さあ勝負してくるのか。これはスタンファウルボール。次はツーシームを今と同じところに。外のボール打った、大きいぞ。ここは外野へのフライ、中継にボールが送られる。
ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤で先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには外崎、まあ、この展開なんでエンドランを使ってくることも想定できますね。さあランナーをどう生かしてくるか。空振り、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。ボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打者の内角をえぐるような投球でした。際どいコースに送っています。フルカウントです。一塁ランナーを、一塁はセーフ。ストレート打った。サードよく取った。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いいプレーが出ました。ファインプレーです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあこの終盤一塁には先制のランナーです。バッターは中村、そして一塁ランナーは外崎。まあ彼がランナーなんで走らせてくるかもしれませんね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。さあ2球目は何か。ランナーに神経を使いながらの投球になります。走ってきた。キャッチャーは2塁へ。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでワンヒットで先制されてしまいます。変化球掴んだ。いいプレーを見せました。これで3アウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン。7回の裏イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。ギャレットが2番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。これが1球目。初球空振りです。次が2球目。今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ファウルになります。外への変化球は決まりません。したね。素晴らしい選球眼ですね。はい、低めわずかに外れてボール。3ボール2ストライク。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。初球から打っていった。左に切れます。2球目は何で来るか。
釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。さあ追い込まれてしまいました、まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。外への変化球外れました。3ボール2ストライクです。ストレート打った。ボテボテの当たり、二塁へ送球、二塁アウト、一塁はセーフ。際どいがゲッツーは免れました。さあこの終盤で先制のランナーを一塁に置いています。バッターボックスには鈴木。まあ1点が欲しい場面なんで送らせた方がいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。ランナー動きませんね。内野はバント。ランナースタート。キャッチャー送球してきっちり盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。この盗塁大きいですよ。一打先制のチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。さあ4球目は何か。ストライク。フライになっています。セカンドランナースタート。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそして打席には田中が入っています。さあツーアウトながら得点圏にランナーは残した状態。まあもう終盤ですから、今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目。外際どい球、ボールになります。振り遅れてますね。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。スリーボールになりました。変化球打った。ボテボテの内野ゴロ、そのまま入って一塁アウト。これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって0対0、両チームまだ無得点です。ゲームは8回に入ります。7番から始まるライオンズの攻撃、バッターは栗山。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。イーグルス得点に動きはありません。0対0で8回を迎えています。変化球タイミング合いません。高め空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。
見逃して三振になります。ワンアウトです。打席には8番バッタースパンジェンバーグ。まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール球は外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。打ちに決まりました。次が4球目。際どいコース見送っています。次が5球目。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあそしてバッターボックスには山野辺が入ります。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここまで無失点で来てますんで相手に先取点を渡したくないですね。なるほど、そうですね。初球から積極的に振ってきました。さあ2球目は何か。落としてきましたがこれは外れます。これが3球目。緩いボール決まっています。膝元、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低め見ました。ボールです。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。外のボール打っていった。高い打球、キャッチャーがファウルグラウンドで抑えてアウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあこの場面で打席には1番の金子が入っています。このストレートは外れています。151キロ。ファウルです。4球目は何で来るか。ファウルボール。5球目は何で来るか。釣り球、しかし誘いには乗りません。牽制します。二塁タッチもセーフ。内へのスライダーはボールになります。フルカウントになります。インサイド打った。高いバウンド、サードが抑えた。内野安打になった。これでマルチヒット。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。
イーグルス。ここでピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは牧田。さあそして打席には源田が入っています。さあなおもピンチの場面、まあこういうところで踏ん張れるかというのは勝敗を分けますから、先取点は確実に阻止したいですね。なるほど、そうですよね。牽制、タッチもセーフ。クイックがうまいピッチャーだけにここはランナー走ってきませんでした。さあ3球目は何か、このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ライオンズ8回の裏、イーグルスの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。平がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。8回の裏、イーグルスは代打を送ります。バッターボックスには代打の横尾。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。チャンスは十分ありますからね。まずは先頭バッターですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球ボールになります。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。さあここでイーグルス代走を送ります。ファーストランナーは村林。長打でランナーが帰れば先制です。いきなり牽制、一塁はセーフ。もう一球牽制球、タッチもセーフ。これが初球。アウトコース見送っています。155キロがいきなり出ました。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。レフト線、これは大きい。深いところフェアになった。レフト線へのヒット、これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。打順はトップに帰って辰巳。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。左に切れてファウル。次が2球目、送ってきた。三塁方向、
ピッチャーが抑えた。内野安打。これでマルチヒット。守備の裏をかいたいいプレーになりました。バッターも出塁に成功しています。いや、守る方もね、こういうバッターが嫌なんですよ。さあ、そしてバッターボックスには小深田が入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、ここはつながりましたから。ストレート打った、セカンド正面。これは際どかったが本塁アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、ここでイーグルス代走を送ります。サードランナーは武藤。犠牲フライでもランナーが帰れば先制です。西さん、ここはスクイズはありますか？そうですね、まあ、どちらかというと犠牲フライでしょうけど、奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど。さあ、どう来るか。ここは前進守備ですね、まあ、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようです。内にカットボールが決まります。ワンボールツーストライクです。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。155キロ。さあ、仕留められるか。ふわふわ、ファウルボールです。切りました、ファウルボール。右中間へ。さあ、いいところに飛んでいる。さあ、先制のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。島内、きっちりと犠牲フライを打ちました。なおも三塁一塁のチャンス。ご覧いただきましょう。どうしても欲しかった得点を犠牲フライという形で手にしました。まあ、そうですね、いい仕事しましたよね。犠牲フライになりました。まずは1点をもぎ取りました。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは宮川。宮川、ライオンズのピッチャー宮川、背番号15。バッターボックスは4番浅村。イーグルス、この回1点を入れています。さあ、ついに得点を奪って、なおも追加点のチャンスを迎えています。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。釣り球、しかし誘いには乗りません。これでフルカウント。ファウルボールです。外れてフォアボール。これで2アウト満塁。点差を開いていけるんでしょうか。いや、本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。一球空振りでストライクを奪いました。2球目は何で来るか。低め、外れています。アウトコース、ストライク。ワンボールツーストライクです。
さあ勝負してくるのか。うちのボール打った、打球は切れてスタンドに入ります。外、まあここは際どいところも打っていく。変化球打った、ショート取った、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回イーグルス犠牲フライで先に点を取りました。8回終わって1対0イーグルス先制です。さあ最終回1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です、イーグルスの守護神松井。当然1点差を守りきらなければなりません。最初は変化球できました。いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク、ノーボールツーストライク。ファウルになります。これが4球目、低め見送っています。インサイド落ちました、ファウルゾーン切れそうです。これもファウル、ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、インコースわずかに外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました、これはどうか。鈴木、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあここでライオンズダイソーを送ります。ファーストランナーは若林、長打でランナーが帰れば同点です。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めて、ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いや痛いですね、同点のランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。さてバッターの山川、どういうバッターなんでしょうか。ランナーがいる時に限ってホームランを打ってくる嫌なバッターですよ。なるほど、そうですか。牽制します、タッチもセーフ。さあ4球目は何か、ボール、高めの変化球は見送ります。落ちる球を見極めました。粘られてフルカウントになります。次が6球目、しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。ホームに送球する、センター前ヒット、山川今日の初ヒットがここで出ました。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあここでライオンズダイソーを送ります。ファーストランナーは鈴木、長打でランナーが帰れば逆転です。小宮山さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、スクイズというよりは犠牲フライのような気がしますね。そうですか。これは足元への変化球、ここはあっという間に追い込んでいます。
ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。低いか。まあここはストライクからボールになるフォークで空振りを取りたいですね。一塁はセーフ。アウトコース、これは見送ってボールです。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。2球で追い込んだんですが決めきれず、フルカウントまで来ました。ここでフォアボールを与えました。これでノーアウト満塁。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい。さあそして打席には中村が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。ここは1点もやらないつもりで強気に投げ込んでいってほしいですね。なるほど、そうですよね。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、低めにストレートが決まっています。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。まあ次はボールゾーンに外れていくフォークで空振りを狙う。スタンド、ファウルボール。ツーボールツーストライクです。このストレートは入りません。押し出しでも同点に追いつきます。このピンチ空振り三振に切って取りました。最後はインコースへズバッと決まりました。満塁は変わりません。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。小宮山さん、ここはスクイズはありますか。まあどうでしょう、犠牲フライを狙ってくるんじゃないでしょうか。なるほど、さあどう来るか。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。これはわずかに外れました。まあもう変な駆け引きはせずに力勝負でいくしかないでしょうね。次が4球目。インコース決まった。低めのボール。これが5球目。これでスクイズの可能性は薄くなりましたね。ですよね。センターへ。さあバックホームするか。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。栗山きっちりと犠牲フライを決めました。イーグルス。さらに二塁一塁のピンチが続きます。なんとここで同点の犠牲フライを打たれてしまいました。打ち取っておきたかったですね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは酒井。打順は8番スパンジェンバーグ。イーグルス、この回1点を失っています。さあ土壇場で同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。
際どい球わずかに外れています。次が3球目落としていきましたがこれは外れます。際どい球わずかに外れています。これで3ボール。打ち上げました。高く上がった。掴んで3アウト。勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。1対1ライオンズ同点に追いつきました。ライオンズ9回の裏ライオンズに選手の交代がありました。先ほどの回代走いたしました若林。小宮山さんサヨナラの可能性もありますがここは慎重に行きたいところだと思うんですが。どうですかね。中途半端にいくよりも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。ファウルです。レフトへ。ここは打ち上げています。レフトフライ抑えてアウト。バッターボックスには7番田中。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。宮川まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトロー見送ってボール。インコースボール。さあ5球目は何か。インサイド打った。セカンド取った。一塁アウト。バッターはダイソーから起用されている村林。ツーアウトランナーありません。初球はボールになりました。インコース。インサイド変化球外れます。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ファールボールです。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。9回終わって1対1同点です。ゲームは延長戦に入ります。ライオンズの攻撃。バッターは山野辺。先ほどの打席はファールフライに倒れています。イーグルス同点でこの回を迎えています。これが2球目。高めに外れます。
この球は外れています。4球目は何で来るか。変化球持ってきました。ツーボールツーストライクです。変化球入りません。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。6球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。打順は1番に返ります。バッター金子、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。酒井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め外れました。ワンボールツーストライク。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。低めはボール、フルカウントです。打ちました。小深田アウト、ツーアウト。2番バッター源田、今日は盗塁が1つあります。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。いい角度で落ちました。外への変化球は決まりません。アウトコース見送っています。次が5球目。インサイド、ここはフライになっています。辰巳が抑えて3アウトチェンジです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。ライオンズ10回の裏イーグルスの攻撃です。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが、なんとか打たなければなりません。バッターは守備交代から起用されている田中。イーグルス同点でこの回を迎えています。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。もう集中するしかないですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。手が滑ったでしょうか。外れました。ボールです。ボール先行です。落ちる球見逃してストライクです。低め見送っています。高い打球。
球になった。掴んでワンアウト。打順はトップに帰って辰巳。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ワンアウトランナーなしです。さあ守護神増田がイーグルス打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね難しいですよ。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけた。左方向、このフライは切れそうだ。左に切れます。3球目は何で来るか。高めスライダー外れました。低めに外れてボール。低めの変化球は外れました。3ボール2ストライク。まあフルカウント案外ボール球も来ます。ストレート打った。サード取った。内野安打になった。これで3安打猛打賞。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあサヨナラのランナーが一塁です。バッターは小深田。まあここはどうしても1点が欲しい場面なんで送らせるのがいいでしょうね。なるほど、そうですか。さあ初球は何か。キャッチャー二塁送球する。セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでアウトを増やさずに一打サヨナラのチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい。これが3球目。外、これはストライク。この球は外れました。スリーボールになりました。振り遅れてますね。変化球打った。ファースト飛び込んで抑えた。小深田、これが今日の初ヒット。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスには3番島内。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあイーグルスサヨナラのチャンスを迎えています。西さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。まあ犠牲フライでも OK の場面だと思いますけど、スクイズも面白いかもしれませんね。なるほど。さあどう来るか。牽制、タッチもセーフ。走ってきた。キャッチャーは二塁へ。セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。スライダー外れてボール。フルカウントになります。外の球打った。ショートの右、取った。ホームへ返した。勝った。サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。楽天イーグルスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。
西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか？そうなんですね。サヨナラ勝ちが多いチームというのはやはりそのシーズン、優勝する確率も高いんですよね。そうなんですか。やはり乗っていけるんでしょうね。勝ったイーグルス、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。